グミックスの、パナソニックですね、パナソニックの、DMC-FZ1000 というねカメラをね、購入してきてしまいました。トパチージの動画開封してみたいと思います。はい、これがですね、ルミックスの FZ1000 というやつですね。 4K の動画が撮れるということで、購入してきました。あ、で、一緒にですね購入してきたのがレンズのフィルター、まあ保護フィルターですね、プロ 1D を購入してきました。それから肝心の SD カードですね、よいしょ、SD カードがですね、これ 4K を撮るためには特殊なね SD カードがいるということで、この SD カード高いんですね。これここに、書いてありますけども、読み出し速度とかが速い、クラス10のね4K 用の動画対応の SD カード、とりあえずね32ギガを購入してきました。32ギガあればね、とりあえず1時間ぐらいは撮れる、4K で1時間ぐらいは撮れるらしいんで、購入してきました。それからカメラの液晶のプロテクターですね。はい、入ってましたのがこちらですね。まずはバッテリー、それからバッテリーのチャージャー、それからまあこれみんな一緒ですね、どの考え方もね、 USB の接続のケーブル、それからネックストラップ、ルミックスという表示がされてます。それからフードですね、フードは花形のフードが、花形フードがね、ついてます。それからレンズのキャップですね、レンズキャップ、それで本体、それから、まあ、ソフトですね、アプリケーション、それから説明書、活用ガイドソフトが入っております。よいしょ、あと説明書類ですね、4K 動画を活用して写真を作成するためにご覧いただきます。今ちょっと後でいきます。で、いよいよこれが本体になります。こちらがFZ1000 の本体になります。こんな形ですね、非常にコンパクトです。これが、FZ1000 なんですが、今まで私が使ってきました RX10、 低いかな、額がですね、これが RX10 との FZ1000 大体同じような大きさです。で、重さはですね、FZ こちらの方が若干なんか軽いような感じもします。それからこの間昨日か お店で見た感じでは、ファインダーがですね、こちらのファインダーの方が明るい感じがしました。それから、よいしょ、この液晶画面が、これ見ていただくと分かると思うんですが、RX10 の方が液晶画面は大きいです。ファインダーはこちらの方がかなりなんか大きな感じがしますね、見た目だけですと。ファインダーは FZ1000 の方がかなり大きい感じがします。ボタン類はだいたい似たような感じですね。ただこの辺もだいぶファンクションキーの使い方だとかはいろいろこちらの方が新しいので、いろんな使い方ができるようなんですが、液晶画面はこちらの方がちょっと小さめなんですが、これですね、これが使えるのがね、魅力です。こちらはできないんでね、自分撮りもできるということで、これからこちらが上から見たところで、このメインの
ダイヤルがですね、大きさがかなりこちらの、パナソニックの方が大きいです。 RX10 の方に比べるとかなりな、こちらの方が大きい感じがしますね。レンズの太さっていうか全体の径も FZ1000 の方がちょっと大きめな感じはします。これがですね、フードをつけた感覚ですね。RX10 に比べると若干やっぱ大きい感じは、大きいっていうのはレンズの部分は大きい感じがしますね。胴体も若干ちょっと大きいんですかね、本体の方もね。それからこの辺のね、RX10 と FZ1000 のね比較はまたいろいろやってみたいと思ってますけど、こんな形で今これちょっと下に、ハンドストラップ用のあれがついちゃってるもんですから、ちょっと背が高くなっちゃってるんですけど、こんな感じですね。比較しますとちょっと同じ高さにしてみると、まあ、ね、若干こちらの方がルミックスの方がこの握りがですね大きいんですね。握りが大きいんで持ちやすいのかな、こちらの方が。RX10 の方がこの握りはねちょっと小さめになってますね。こちらの方がかなり握りの部分は大きい、感じがします。今回はねこの DMC-FZ1000 を購入して、これからね 4K 動画をちょっと調整してみたいと思います。以前使ってましたこの、まあ以前とかこれからも使うつもりなんですが、 RX10、との比較なんかもねやっていきたいと思います。同じようなクラスのね、値段的にはルミックスの方がこの方が安かったんですけども、性能的にはね、どうなのかちょっとその辺も比較してみたいと思うんですけども、ルミックスのについてますレンズはライカのレンズということで、RX10 はツワイスのレンズと、2.8 同士、こちらは F 値が 2.8 から 4.0 と、この辺の差も少しあるのかと思いますので、これからですね比較動画をちょっといろいろ作って、上げてみたいと思います。 4K はねすぐにできればいいですけど、環境がね、私パソコンですとか、編集ソフトですとかその辺があるんでどうなるか分かりませんけど、順繰りに上げていきたいと思ってますんで、また見てください。パチンジの動画。